えっと、まず、切り抜きさん。切り抜きさんね。えー、ちょっとこれ僕宣言しとくんですけど、えー、青白で切り抜きですね。えっ、ー、と、まあちょっと5月6月配信を休んで、まあ動画投稿を休んでたんで、1回盛り下がったんですけど、めちゃくちゃ今伸び始めました。はい。えー、新規のね人とかもね、すごく増えていて、新規の切り抜きさんとかも増えていて、今かなり伸びてきました。で、えっ、ー、と、よくね、 えっと、まあ、青白ろの切り抜きで生活してたりとか、副業やってお金稼いでなんか生活が豊かになりましたとか、いろいろ感謝のコメントもいただくんですけど、ええー、やっぱね、その、もっともっとね、ええー、上に行きたいよとか、もっと稼ぎたいよって人もやっぱいるわけですよ。で、僕ね、うち切り抜きで稼いでるわけじゃないんで、もう決めました。えー、収益、いいですか、発表します。収益を、すべて、これから、 えっと、切り抜きさんに還元します、えー。切り抜きさんとのね、皆さん知らない人もいると思うんで説明すると、収益って、まあ、基本折半なんですよ。で、僕の場合はもうちょっと高い比率なんですけど、え、これから、えー、9月からですね、9月分からもうすべて切り抜きさんに、 還元したいと思います。まあ、青汁1位もいらないです。これで稼いでるわけじゃないんで。はい。なんで僕の切り抜きさんは一生懸命頑張ってほしいなと思うのと、えー、切り抜きデータベース今日リツイートしといたんで、ああいうところからね、よ、より効率的にね、切り抜いてほしいなと思います。で、TikTok もね、青汁王子切り抜きやってますから。切り抜きキャンペーンやってるんで、これは青汁王子スタッフちゃスタッフアカウントっていう Twitter を見てもらえば参加できます。1位は100万とかね、確かもらえるはずなんで、結構ね、いいんですよ、僕の切り抜き。はい。TikTok でもめちゃくちゃ伸びてるんで。 なんでぜひ TikTok で切り抜いてそして YouTube に引っ張ってくるっていうのが今黄金パターンなんで TikTok 近い例でほしいです TikTok TikTok クチェア入ください。皆さん、お願いします。はい。えー、で、えーと、あともう一個注意喚起がありまして、最近なんかサムネとかタイトルが、ちょっとひどいのがあるんですよね、結構やっぱ。はい。で、僕たちもこれ切り抜きの数が多いから、全部、なんだろう、こう、あの、監視するわけにいかないんですけど、なるべく見るようにしてます。で、ちょっとひどいものは、まあ、切り抜きの権限とかも含めて、もしかしたら今後剥奪するとか、そういう話になるかもしれないんで、まあ、今んところそういう話にはなってないんで、今のうちにちょっと是正したいなと思ってます。えー、誰かをなんか叩いたりとか、抽象するようなサムネとかタイトル、 タイトルは極力やめてもらいたくて、まあ、あのまあ程度にもよるんですけど、ちょっと健全なタイトルムめにしてほしいですね、はい、これ、切り抜き全体的にそうなんですけど、結構悪質な切り抜きが多いんで、ちょっとそれはちょっと良くしていきたいなと思ってるんで、ちょっと切り抜きさん、そこはお願いします、その代わり僕、収益全部配分するんで、もう全部切り抜きさん持ってってください、それでいいです、はい、それでの伸ばしてくださいで、それでご飯食べてください、美味しいもの食べてください、その分、僕はチャンネルも伸びるし、100万人っていう、100万人っていう、100万人という道の、 登録者の達成につながると思うんで、もういいんで、お願いします。はい。え、切り抜きさんでさのサムネで、高橋さん、もうじき逮捕の切り抜き不愉快なのでやめてください。そういうのダメですよ、本当に。そういうのはちょっとやめてもらいたいんで、あのー、高橋さん逮捕とか、なんか歩くことないことをタイトルで釣るのはやめてください、サムネタイトルも。はい。